今シーズン先発防御率 2.61 とリーグトップ、クオリティスタート率はリーグ2位とリーグ屈指の先発投手陣を誇ったオリックス。このオフは山本由伸選手がドジャースへ、山崎福也選手が日本ハムへ移籍と、先発の各2人を失った形となっています。そこで今回の動画では、そんなオリックス先発陣の来季の構想について見ていきたいと思います。来シーズン先発ローテーションの軸となってくる選手1人が宮城選手。今シーズンは開幕前に侍ジャパンのメンバーとして WBC を戦い活躍、迎えた23年シーズンは開幕ローテーションの6人からは外れましたが、7試合目に登板、通算22試合に登板し 146.2 回を投げ10勝、防御率 2.27、 ウィップ 0.94 の成績、3年連続規定投球回をクリア、2桁勝利を達成しチームの3連覇に貢献しました。23年シーズンオリックスの中で投球イニング数100回を超えた3人のうち、山本由伸、山崎福也選手の2人は退団と、ローテーションの各2人が来季からいなくなるので、来シーズンは宮城選手がローテーションの各軸と呼べる唯一の選手なのかなと思われます。その宮城選手に続く存在として、まず1人、山下選手。今シーズン開幕投手を務め、1軍初デビューを飾ると、シーズン通算16試合に登板し95イニングスを投げ9勝、防御率 1.61、 ウィップ 1.06 の成績、奪三振率9点台、非 OPS535 などスタッツが良く、1軍デビューとなったシーズンですが素晴らしいパフォーマンスを見せました。今シーズンは登板間隔を空けながらの起用で、後半はコンディション不良で離脱と、規定投球回には届かなかった山下選手。来シーズンももしかすると間隔を空けながらの起用になるかもしれませんが、来季先発ローテーションの軸になってもらいたい存在です。続いて田島選手。今シーズン開幕ローテーション入りを果たし、シーズン通算13登板、81.2 回を投げ6勝、防御率 3.09、 ウィップ 1.11 の成績、途中左前腕の張りで1軍戦線から離脱となり、昨シーズンまで3年連続100イニング以上投げていましたが、今シーズンは100イニングを下回る結果となりました。宮城選手に次ぐ左の2番手となる立ち位置の田島選手、昨シーズンは20登板で防御率 2.66 とキャリアハイとなるパフォーマンスを見せたので、来季そういった活躍を期待したいところです。続いて東選手。今シーズンは開幕1軍入りを果たすも、リリーフ2登板で防御率 6.23 と結果を残せず降格、後半戦に入り再び昇格を果たすと、そこから先発8登板、48回を投げ防御率 1.69、 ウィップ 0.92 と圧巻のパフォーマンスを見せ、ポストシーズンでも好投しました。多彩な変化球を操り、制球も安定している東選手。来シーズンはローテーションの軸になってもらいたい、軸としてローテーションの一角を担ってもらいたい存在です。4人目が山岡選手。今シーズンは開幕ローテーション入りを果たし、先発12試合、リリーフ19試合の計31試合に登板し、94回を投げ2勝、8ホールド3セーブ、防御率 2.30、 ウィップ 1.15 の成績、ロングリリーフもこなしたりとチームに貢献しました。来シーズンどういった起用法になってくるのか現時点ではわからないですが、先発起用となればローテーションの一角を担える存在なのは間違いないでしょう。先ほどの5人に続く存在として、まず1人、小木田選手。今シーズンは主にリリーフとして38試合に登板し、ロングリリーフもこなし 49.1 回を投げ防御率 2.19、 ウ
ウィップ 1.01 の成績、安定した活躍を見せました。小木田選手本人は先発転向に意欲を示していましたが、契約更改ではその件についての言及はなし。来季どこで起用されるかまだ定かではないですが、先発起用となれば5、6番手を担える選手なのかなと思います。続いて曽谷選手、ルーキーイヤーとなった今シーズンは1軍で先発7試合、リリーフ3試合の計10試合に登板し、 32.2 回を投げ、防御率 3.86、 ウィップ 1.47 の成績。特に後半戦は5登板で 22.2 回を投げ、防御率 2.38、ウィップ 1.28 の成績と安定していました。2軍のウエスタンリーグでも安定した投球を見せていましたし、来シーズンは1軍を主戦場にしての活躍が期待されます。続いて斉藤選手、高卒ルーキーとなった今シーズン、2軍では11試合に登板し、36回を投げ、防御率 2.25、 ウィップ 0.92 の成績。被打率1割6分9厘と打者を圧倒する投球を見せていました。シーズン最終盤には1軍デビューを果たし、4イニングを投げ自責点0と上々のデビュー。チーム内の選手からの評価も高く、ポテンシャルも十分な斉藤選手。来季はまだ高卒2年目となりますが、一軍戦力として期待のかかる選手です。続いて村西選手、今シーズンは中島監督の助言により投球位置をアンダーに変更。一軍では7登板で防御率 6.17 と振るわなかったですが、2軍では22登板99回を投げ、防御率 1.73、 ウィップ 1.06 の成績と圧巻のパフォーマンスでした。入団からなかなか1軍でのパフォーマンスに苦しんでいますし、来季大卒5年目のシーズンと勝負の年になってくるので期待したい存在です。その他の候補としては、2023年のドラフト5位6位大卒社会人出身の高島小田島選手、コンオフ現役ドラフトで中日から加入した先発リリーフ両睨みできる鈴木博士選手、コンオフトレードで日本ハムから加入した先発リリーフ両方での起用が考えられる吉田選手、来季高卒2年目台湾ウィンターリーグでは先発として4試合に登板し、18回を投げ、防御率 3.50、ウィップ 1.61 の成績を残した日高選手。来季高卒4年目、台湾ウィンターリーグでは先発として3登板、19回を投げ、防御率 0.95、ウィップ 1.11 の成績と高騰した育成の川瀬選手。同じく育成で、トミー・ジョン手術のリハビリからフェニックスリーグで実戦復帰を果たした2021年のドラフト1位、ムクノキ選手など、こういった選手たちがその他の先発候補となってくるでしょうか。はい、ということで今回は来シーズンのオリックス先発ローテーションの構想について見ていきました。皆さんは来シーズンのオリックス先発ローテーションの構想についてどのように考えていますでしょうか。ぜひコメント欄に書いて教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今回の動画はこれで以上となります。ご視聴ありがとうございました。